石川遼プロです。やっぱ100切りのを目指してる方って多分アプローチをする機会が非常に多いと思うんですね、うんうん、やっぱ基本プロゴルファーでも基本だよね。これ僕基本だと思います。ここから入れるイメージなんですよ僕。ここに入れようとしてなくて、うん、結構手前目からアドレスとか打ち方もそんなに関係ないっていうのが、うんうん、芯に当てようと僕はあんま思ってない。ベーシックな練習の時にドローの回転入れたりフェードの回転入れたりして同じキャリーを打つっていう練習はやっぱ求めるものが違いすぎるわ。違う本当にこれは見てもらったら分かります。もう僕は今日さらけ出す自分を、はい、アトムが行くアプローチ修行の旅。はい、ということで慣れてきましたね。第6回ですかね。今日のスペシャルゲスト、本当スペシャルゲストなんですよ。お呼びしたいと思います。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。石川遼プロです。出演いただきありがとうございます。いえ、本当にもう嬉しい。寮にこう出てもらえるっていうのはもう最高の気分ですね。いやなんか逆に緊張してきました、ね、いや僕もちょっと今日今の今まで動画っていうのを知らなかったんでいきなり緊張してきました。そうなんです、動画なんです、はい、動画なんですね。そうなんですよ、はい、いや今日はちょっともうりょうくんにアプローチをいろいろ僕が習いたいなって結構最近上手くなってきたと思ってたんですけど、またちょっと戻ってきたというか下手になってきたというか、またそういうところもちょっといろいろ聞きたいですし、まあ、あとはそのね、寮のその打ち方、まあ、寮が基本にしているものとかどういうところをこう意識しているのかなっていうのもいろいろ聞けたらなと思いますので、今日でよろしくお願いします。お願いします。基本的にじゃあ寮はパッてじゃあアプローチ練習するってなった時には、はい、基本的にはどういうとこからまず練習するの？基本的には今3つ狙うとこあるんですけど、うん、こうここら辺から奥の2つあっちを狙ってアプローチ、基本はもうこれをやります。これは58度で、これ58度でしか僕やらないんですけど。やらないんだ。はい、これをこの距離感をやっぱ一番僕は大事にしますかね。一番試合でもこう頼りたいところというか。これがなんかあれぐらいの一発目であんな距離感出る。1メートル、1.2 メートルぐらい以内にこういうのが、まあ、俗に言う超簡単なアプローチが、まあ、そうね、そうね、まあ基本となるところだよね、はい、やっぱりね。で今やっぱパターちょっと使えないんで、うんうん、この状況だとこうなるべく、でも同じ距離のここに乗ることもあるじゃないですか、ゴルフって、うんうんうん、ここの状況とここの状況うん、があった時にやっぱこれはちょっとでもキャリーは出さないと難しいかなってなった時、うん、なるべくこのロングパッドと同じ精度でここから寄せられるようにアプローチでもね、はい、練習はします。なるほどね。それ58を僕使うんですけど、それが何でもいいと思います、うん、あ、まあその人の要はイメージが出るクラブっていうことね、はい、で量はそれが58度っていうこと。そうですね、もう58が1個の距離感になってて、うんうん、でもやっぱベースになるのはロングパッドで、ロングパッドっていうのが1個基準で、ロングパッドにまあロングパッドの方がやっぱり簡単なんですよね。それなぜかというとそのコンタクトがパターの方が楽なんで、うん、ボールコンタクトがで、やっぱこのアイアンになった瞬間に、うん、ちゃんと当たるかっていう問題が出てくるじゃないですか、うん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 、でそうなった時にその分やっぱ気を使うんで、やっぱなるべくアプローチっていうのは残すなら簡単なアプローチ残したいし、こう なるほどね、なるべくなら、残さないっていうことが結構僕は重要に。っていうことは何、そのパーオンさせることが、まあはい、一番 その自分の中での条件というか、うん、そしたらまあパターンになるから そ,、ねはい、そのコンタクト的なものも含めて楽になるってことで、はい、やっぱ優先順位としてはグリーン、うんで次が簡単なアプローチ、うん、で、まあ、その次にもう少し簡単なアプローチでやっぱ、まあ、バンカーがあって、うん、で最後がまあロブしなきゃいけないラフとか、そういうふうにその優先順位を外してもいいところはまずこう決めてて、やっぱ例えば2段グリーンでも、うんうん、こう
ピンが2段グリーンの上に切ってある状況って難しいと思うんですけど、うんうん、その時にまあアイアンでこう間の距離が残ったと、うんうん、でまあそれが例えばミドルアイアンだったら結構難しい状況だと思うんで、うんうん、その時に同じ面に乗せようとして奥にこぼれるか下の段に乗せるか、うん、もう割り切って下の段でもしょうがないと思って打つか、うんうん、どっちかって考えたら僕はもう下の段でもしょうがないと思って打ちます。でもなんか量の今までのイメージだったらよ、なんか結構ピンに全部行ってて、はい、結構そういう例えばロブだったりとか、はい、なんか結構難しい状況に遭遇してるイメージがあり、はい、なおかつそこからもうえそっから寄るっていうようなイメージしかなかったわけで、今の話聞いたら全然違うと思って。そうですね、なるべくならやっぱやりたくないですし、うん、あそうなの、はい、であとその移動していいですかこれ例えば、まあ、この奥のピンに対して、うん、今ここからだったら超楽じゃないですか、うん、上りねもう完全に、はい、で例えば5番アイアンと6番アイアンで迷って、うん、6番アイアンで打って手前に外すか、うん、5番アイアンでピン狙ったら これがあるじゃないですか、うん、ちょっと奥行ったらみたいな、ある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 。でこのアプローチはやっぱある意味では寄らないって思って打てるから楽っていうか、うんうん、おちょっとメンタル的なものもあるね、はい、そしたらもうここに外した時点で結構自分のこう負けというか何やってんだ俺はということになるのでこれはここ下ってるじゃないですか、うん、だからこれはあの何ていうんですかね、寄せようっていうよりはかなりこのショットに関しては保険をめっちゃかけて 下抜けてここに止まるっていうのが、うんまあ、一番良くないなっていうまず思うんですね、うん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 、この場合まずやっぱグリーン乗せたいし、その小高さんがいるところまで、うんうん、こうちょっとピンを過ぎて、まあ、ワンピンぐらいね、でも、うんはい、もう OK っていう感じで、OK、っていうかむしろ欲を出したくないっていうか、うんうん、最初からもう奥を狙うぐらいの感じで思いっきりロブをやるっていう。でこうするともう最初からもうこれでしょうがないみたいなふうに自分の中では思えるんで、うんまあ、逆にここら辺は思い切ってもうやるしかないっていう感じになるんで、まあ、大前提としてはここにミスしないことが大前提なんだけど、まあ、ここに行ってしまったらそういう気持ちでこのアプローチはトライするってことよね、はい、そうですね。でもこれでも気持ち的には俺似てるよね。これが俺は逆に言ったら簡単なところでもああいう感じになっちゃうの、うん、ワンピンぐらいでもいいみたいなね、あのメンタル的なものは、ね、あそうでここはもう逆に俺はもう絶対割り、まあ、同じ量と一緒なんだけど、はいはい、あ簡単なアプローチでもそういうことに なるぐらい下手だから、なんか細分化 したらどうかなと思うんですけど、これ今5個並べるじゃないですか、ボールを。これ何、例えばじゃあその俺のちょっとイメージ言っていい、はい、クラブを変えたりとか、はい、そうです、落としどころってところ。そうです。だからそのなんかあんまりあの囚われずに、うん、一番毛が少なく、うん、一番短いパーパットがこう高い確率で打てる、うんうんうん、判断って何なんだろうっていうのを、うんうん、まあ、純粋に考えた時に、これだったら何で打ちます？パター。パターですよね、うん、でこれだったらどうします？パター。これもパター、うん、これはパターかな。試合だったらパターかな。ターこれはどうですか？これもワンチャンパターあるね。ここまで来るとこれは58か、はい、ピッチング。なるほどなるほどなるほど、うん、その時にここ今狭間じゃないですか、うん、狭間ちょうど、うん、でここまでじゃパターでいけますってなった時に、うん、僕だったらここからパターと、うん、パターと52度とかパターと58度で勝負するんですよ、自分の中で。自分のパターをまあ1回ずつ交代してその何試合もやっていくっていうのをやりますね。その時に多分パターだとまあ、割とワンピンぐらいに、うんうん、まあ、ここすごいグリーンまで距離あるんですけど、うん、5ヤードぐらい、うん、でもやっぱパターだとワンピン以内って結構イメージ出るんですけど、うん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 、やっぱ58を毎回やっていくってなると、うん、1回なんかちょっと入り悪かったりとかすると、うん、ワンピン入らなかったりとかする可能性も
出てくるんで、まあそういう時に自分の場合はここからだったらパターより58の方が寄るなって思うから純粋に58を持つみたいな、その気持ち的なすっきりしてるものがあれば全然いいんですけど、なんかパターの方が寄るかもしんないけど58でこういう球打って寄せたいみたいな、なんですか、どっちが寄るかがはっきりしてなくて、本当にこのクラブでこの落とし場所でいいのっていうちょっとその曇ったメンタルでなるべく打ちたくないっていうのがあるんですよ、打つ時に。だからこれはもう完全に結果が出てて、これはパターの方が俺は寄るっていうはっきり思えたり、これは58の方が絶対寄るってはっきり思える状況だと多分58が持てると思うんですよね、スッて。でこの状況になったら多分パター持たないと思うんですよ、ラフで持たないね、持てないよね。そうで、それじゃあなんでってなった時に、多分ずっとパター対58をこの状況で勝負繰り返してたら58が勝つっていう風に確信があるから58持つわけじゃないですか。それをここでもやってほしいんですよ、この狭間でも、まあ、狭間だよね、確かに。どっから俺は58を選択して、どっからパターなんだっていうのをはっきりさせて、メリハリをつけて決めとくんだね、はい、その現場に来た時にもし、はい、分かりやすいな、結構分かりやすいね、なんかね、今までないね、この教え方、こういうの結構やっぱり量らしいよね、メリハリがちゃんとできるような練習法を知ってるというか、知識があるというか、初めてだもんな、こういう教え方されてるの。なんかあんまりその心のなんていうんですかね、こう迷いというか、やっぱり試合ではなくしたいので、ちゃんとなんか全て練習とかに基づいて俺はこれを選択して打つんだみたいなのをやっぱ試合でやりたいですね。だからやっぱロブとかも試合でやるなら練習もちゃんとやって、やったものを試合でもやるっていう風にはしてて、だからやっぱロブショットばっか練習してると、こうやっぱそういうところに外しても大丈夫みたいな感じに自分もなりますし、気持ちはもうそうだよね。それがまあいいことも悪いこともあるんですけど、だから僕あんまりそのすごい今簡単なアプローチ、ベーシックなアプローチをかなり練習してるんで、外すべきとこって言ったらそっちに外すっていう風な考え方をまあしてるっていうか。いやこれすごいな、でもこの狭間の話すごいね、結構メンタル的なところ結構あるよね。でありますなおかつそれを練習でちゃんと今みたいな練習方法があるから、こうやってすると克服できるよっていう、その場面に来た時に迷いがないよ、曇らないよっていう説明の仕方うまいね。いやいや、すごい。じゃあ量だったらどこになるの、今の感じだったら俺も聞きたかったよ。あ、僕はパターゾーン、